これで失意の目を回収できた。さてサスケ、お前は木の葉に向かうと言っていたが、それはやめておけ。焦らずアジトに戻り休息を取ることが先決だ。これまでの戦いでお前は道術を使いすぎた。光を失いかけているのは分かっている。今木の葉に向かっても何もできんぞ。あと、これは忠告だが、あの女、いらないならちゃんととどめを刺しておけ。我らのことを知りすぎている。我らだと？俺がいつお前の仲間になった？まあいい、また。じゃあな。サスケくん！サクラか。昔とまるで感じが違う。これがサスケくん。何しに俺の前に来た？サスケくん、私もサスケくんについていく。木の葉を抜ける。お前が俺についてきて何の得がある？何を企んでる？何も企んでなんかない。サスケくんが木の葉からいなくなって、私あの時一緒に行かなかったことをずっと後悔してた。サスケくんの望み通り動く。もう後悔したくない。俺の望みを知っているか？そんなの何だっていい。私はサスケ君の言う通りに木の葉を潰す。それが俺の望みだ。お前は本当に俺のために木の葉を裏切れるのか？サスケ君がそうしろと言うなら、ならそれを証明してもらおう。こいつにとどめを刺せ。そうしたらお前を認めてやる。どうしてこの人はサスケくんの仲間なんでしょ？今のこいつは俺にとって必要ない存在だ。この人はない。ここで私が今サスケくんを倒せば全てが終わる。やめろサスケ。できないのか？サスケくん、お前はここで消す。あの耳に私の声は届かない。あの目に私は映ってない。もう今のサスケくんは私の知ってるサスケくんじゃない。この世界にとって混乱を生む存在になってしまった。だったらせめて私の手で。サスケくん、あなたを止めてみせる。戦闘開始。こっちだ。お前の力じゃ俺は止められねえよ。付き合いだ。お前みたいな高速な仕事が宇宙に勝てると思うな。お力すべてを出した。
もうやめて。復讐なんてやっても誰も救われない。みんなサスケくんのことを心配してる。また一緒にサスケくんと歩くことを望んでる。お願い、もう一度みんなを思い出して。全員笑ってやがる。イタチの命と引き換えに笑ってやがる。何も知らずに一緒にヘラヘラ笑ってやがる。サスケ君、今の俺にとってお前らの笑い声は軽蔑と嘲笑に聞こえる。その笑いを悲鳴とうめきに変えてやる。カカシ先生、本気の殺意落ちたな、サスケ。次から次へと。次はあんたか、カカシ。サクラ、お前一人でサスケをやろうとしただろう。そんな重荷をお前が背負うことはないんだよ。サスケ、一言だけお前に言っておく。復讐に取り憑かれるな。お前を倒したくはない。俺をいつでも倒せるみたいな言い方だな。いつまでも先生ずらすんじゃねえよ。俺はあんたを倒したくてうずうずしてるんだぜ、カカシ。さくら、その子を口が聞ける程度まで回復してやれ。今ならまだ間に合う。先生は、お前の覚悟の重さは俺が受け取るよ。まあこれは俺の役目だ。サスケ、どんなに落ちても自分の弟子だったオロチマルを可愛いと思ってたんだな。三代目火影様がどんな気持ちだったか今になってわかるとはね。それならあんたは三代目の二の舞を演じることになる。可愛い弟子だからこそお前がこれ以上闇に落ちる様は見たくない。サスケ、お前は俺が止める。命に代えてもらう。間に合ってくれ。もうすぐだ。あんたも、この葉も、すべて潰す。
さすがに強くなっているな、サスケ。さて、これからどうやって。サクラ！やっぱり、カカシ先生だけに重荷を背負わせるわけには。なんで出てきた？私がサスケ君を止める！私が！ありがとう、サスケくん。ずっと第7班で一緒ならいいのに。さすがサスケくんね。さくら、ありがとう。覚悟したはずなのに。よせ、サスケ！ナルト！俺以上にいいタイミングだよ。お前まで来ちゃうとは思わなかったが。サスケ、サクラちゃんは同じ第7班のメンバーだぞ。元第7班だ。俺はな。今ので分かっただろ、ナルト。サスケはもう昔のサスケじゃなくなってる。サスケ、イタチの真実ってのをマダラってやつから聞いた。嘘か本当かはよく分からねえ。けどどっちにしてもお前のやってることはわかるってばよ。いや、わかるってんだ。何が。親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。他人は黙ってろ。さっきだ。さっきやっとイタチの仇を討てた。木の葉の上役団蔵をな。何、あの団蔵。今までにない感覚だ。怪我されたウチハが浄化されていく感覚。腐れ切った忍び世界からウチハを決別させる感覚。ある意味お前たちこの葉がずっと望んできたことだ。ウチハを否定し続けたお前たちの望み通り、お前たちの記憶からウチハを消してやる。お前たちこの葉の全てを潰すことでな。つながりを断ち切ることこそが浄化。それこそが本当のウチハの最高だ。憎しみ、その積み重ねの歴史が今のサスケを作ってしまった。ナルト、サスケ君。もういいだろう、ナルト。ここは俺に任せろ。もう少しで答えがわかる。そんな気がする。うん、カガシ先生、ここは俺にやらせてくれ。もう少しで分かりそうなんだ。お前何を言ってる。次はお前か、ナルト。この一戦で答えを見つける。戦闘開始！なんと。
お前は。ナルト、お前の力はそんなもんか。ナルト、どうだ、お前には本当の心の内が読めたか、この俺の。子供のままだな、ナルト。俺にとっては復讐が全て。他がどうなろうが知ったことじゃない。3年必死に修行してやっとここまで来たんだ、サスケ。どんなに復讐を口にしても、どんなに俺たちから離れようとしても、俺たちのつながりは、やっとできたつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。逆だったかもしれねえ。
サスケ、お前も知ってんだろ？俺が昔、里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えれば、お前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。それに、俺はいつも一人だった。けど、同じような奴がいるって分かって、嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺が、つながりを持てた。第七班で任務やってよ。お前みたいになりたくて、ずっとお前を追いかけた。だから、サスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて、本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと、俺は変わらねえ。俺はお前も、里の奴らも、一人残らず全員潰す。行き着くところお前の選択は、俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。俺は、万華鏡シャリンガンを使いすぎたか。帰って休めと言ったはずだ。まだな。キュービか。こいつらとはちゃんとした場を設けてやる。今は引くぞ。サスケ、戻る前にお前に伝えときたいことがある。行くぞ。待て。サスケ、さっきの一戦、あれでお前にも見えただろ。お前と俺が戦えば、二人とも死ぬ。お前が木の葉に攻めてくれや、俺はお前と戦わなきゃならねえ。憎しみはそれまで取っとけ。そら全部俺にぶつけろ。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。その役目は俺にしかできねえ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。何なんだてめえは、一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。お前と分かり合うには一筋縄じゃいかねえって、初めて会った時から分かってた。そういやよ、拳で分かり合うのがお前とのやり方なのは間違いねえな。俺はまだ諦めてねえ。俺は変わりはしねえ。お前と分かり合う気もねえ、死ぬ気もねえ。死ぬのはお前だ。もういい、ナルト。サスケは俺がやる。お前には火影になるって大切な夢がある。サスケの道連れでお前が潰れることは。仲間一人救えねえ奴が火影になんてなれるかよ。サスケとは俺がやる。ナルト。いいだろう。お前を一番に殺してやる。俺ってば
まだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。話は済んだようだな。行くぞサスケ。まだ後で話すな。いつでも来いサスケ。ナルト、いつもありがとう。あんたのおかげで私はまだ第七班で笑い合える先を諦めないでいられる。話とは何だ。イタチの目をもらう。やっとその気になったか。スサノオの使いすぎだな。もうろくに見えていないのも分かっていた。すぐに移植してくれ。しかし急だな。どうしたというのだ。俺は全力でナルトを潰す。そして奴の全てを否定してやる。それだけだ。はぁ、ほんと信じられないよ。上官である僕に対して二度も拳を振るうなんて。ヤマト隊長、いい加減機嫌を直してくれよ。君は僕がどんな気持ちでいるかわかるかい。わからないよね。ああま、そう言わないでやってくれ。ナルトが来てくれなきゃ今の俺たちはなかった。甘すぎじゃないですか、カカシ先輩。久しぶりですよ、こんなに泣きたい気分になったのは。まあまあ、泣きたい気分なのはこっちっすよ。クソ、キバ、お前まだぐじぐじ言ってんのか。男らしくねってばよ。うっせえよ。せっかくサスケとやる覚悟までしてたってのに。だからごめんって。結局お前らはサスケを逃がしちまうしよ。それには理由があるんだよ。後で説明してやるって。ともかく今回の遠征は終わりですね。僕はこれからトレーニングに行ってきます。さくらさん、またいつでも呼んでください。僕はいつでもあなたの力になりますから。 D さんは普段と変わりなしね。なんていうかすごく助かるわ。ナルト、後で絶対説明しろよ。分かってるって。さて、俺たちもここで別れるか。俺はこの子を情報部まで連れて行かなきゃならないし。せっかくここまで静かにしてくれたんだ。最後までおとなしく頼むよ。分かってるよ。つか抵抗する気なんて鼻からねえし。それじゃあ私たちは。さくら、静音先輩。探したわよ。すみません、その私どうしてもサスケ君を。そのことはとりあえずいいから。どういうことです？綱手様が目を覚ましたのよ。本当ですか？ええ、もう屋敷で業務を再開されているから顔を出してあげて。はい、俺も一緒に行くってばよ。さくらちゃん、大和隊長たちは。僕はカカシ先輩と一緒にその子を連れて行くよ。送り届けた後、ナルトの行動についてしっかり先輩と話し合わないといけないからね。はいはい。サイは？僕は団蔵様のことを根に伝えに行かないと。それじゃまた後でね。さくらちゃん、行くってばよ。うん。いつものナルトに戻りましたね。だな。